海遊館に3月17日新クラゲエリアクラゲ銀河がオープンしました。新エリアは銀河をテーマに約160平方メートルの会場をクラゲの透明感や浮遊感を引き出すために黒で統一し、天井は約700個の球状照明を円弧状に配置しました。水槽は大型水槽12基と小型水槽5基を用意します。クラゲは水クラゲや赤クラゲのほか、おわんクラゲ、プロカミアジェリーなど約10種類、約300匹を展示します。円形水槽には一筋の照明波を配置し、クラゲの模様や触手、透明な体が浮かび上がる様子を楽しむことができます。はい、今回クラゲ銀河としてこのクラゲ展示を始めました。美しいクラゲたちをぜひご覧ください。開館時間は10時から20時です。以上、大阪ウェイ経済新聞でした。